がのびの監督塚本真也さんにお話を伺っていきたいと思います塚本さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、では塚本さんのプロフィールを紹介させていただきたいと思います塚本真也さん1960年生まれ東京都のご出身です14歳で初めて8ミリカメラを手にし1987年電柱小僧の冒険でピアーフィルムフェスティバルグランプリを受賞 1989年鉄夫でローマ国際ファンタスティック映画祭グランプリを受賞なさいます主な作品にバレット・バレー6月の蛇」「コトコ」などがあり制作監督脚本撮影照明美術編集など全てに関与して作り上げる作品は国内海外で高い評価を得ています えー、そして先日、大岡翔平さんの同名の戦争文学を映画化した最新作のみが公開されたばかりです、はい、10代の頃からカメラをお持ちだということですけれども、はい、カメラで動画を撮ろうと思ったそのきっかけってのはあったんですか 最初は、中学生ぐらいの頃なんですけど、父親が、父親自身のためにカメラを買ったんですね、8ミリカメラを、機械好きだったもんですから、それを僕、横目で見て、あれがあれば映画ができるんだと、こうこうんですか、指を加えて見てて、使わせてもらったっていうのが最初ですね。ていうこともともと映画少年でもあったわけでそうですね、中学校から8ミリを回し始めてて、それで映画が大好きで、だいぶいろんな映画を当時から見てますんで。 いわゆる映画小僧と言えるかもしれないですね。はい。じゃあ映画館に足げく通ってっていうことになるわけですよね。当時まだレンタルなんてないですね。当時はね、あの、名画座みたいなのがあって、僕、渋谷にいたんですけど、渋谷には、前線座という洋画の古い映画、名画を日本立てがあって、そこによく行ってたんですね。で、高校生ぐらいになると、今度、並木座っていう銀座にやっぱり名画座があって、今度、日本映画なんですけど、高校になると、今度、日本映画ばっかりを。 日本だっで見るという、えー、そんな子供時代を過ごいしましたけどね。<ー>はい、映画仲間というのはいたんですか、当時。えっと、まあ、映画を一緒に作ってくれる、付き合ってくれる友達が映画仲間で。は、うん、高校生ぐらいになると、さすがにですね、あの、僕より結構映画見てる。あの、友達なんかもいるようになるんで、えー、彼にもっとこういうの見なきゃダメだよとか。うん、映画やってんだったら、黒沢見なきゃダメだよとか。うん、は,いはい。はい。そういうサジェッションを受けて。うん、そうかと思って、まあ、並木さん。 映画だんだんこう体系を意識するというか、はい、映画の歴史を意識するようになるというかそうですねやっぱりあの先輩初士の,あの映画をこう見るようになったのがちょうど高校生の時ですよね、はいうん、古い映画素晴らしいのたくさんあるのその並木座でも古いの毎週2本ずっとやってるんで毎週2本ずっと新しいのが見れるもんですから、うん、それにもうとにかく通って。 た黒澤明監督とか石川紺監督とか今村翔平監督とか熊代辰巳さんとかもとにかく素晴らしい方々のそこでとにかく見るというをやってましたそこでそのカメラをじゃあ回そうとなった時にこういった映画を撮りたいっていうのは。えー あったんですか最初から一等最初はですねあの中学生だったんで怪獣映画ですね怪獣映画ですか特撮で,特撮であの小学校の時に、ね、そのやっぱり映画館で行ってみたいがって怪獣映画なんで「はい、ガメラ」なんですけど「ゴジラ」じゃなかったんですけど、はい、のガメラを見て育ったもんですから、まあ、怪獣映画でそれで自分がその演劇が大好きだったんで自分も出演するという。 い作りたかっまあその時のモチベーションいまだに変わってないというようなほぼ同じこと今もしてるっていう感じなんですけどその時そんな感じで始めましたでも怪獣映画ってより例えばセットであるとかそれからミニチュアであるとか効果音とか火薬の使い方とか火薬まではいかなかったんですけどミニチュアはですねどうしても作りたくて自分で一生懸命作って発泡してるんでまあ中学生ですからね当然誰もやってくれる人はいないんで自分で作って。 あの怪獣が最終的に作れなかったんで難しくて水木しげるさんの原子さんという、はい、原始人が巨大な人が現れて、はい、ビルを踏み潰していくっていう漫画なんですけどそれを映画化したのが最初の映画なんですけど<ー>そのミニチュアをこう一生懸命作りましたね<ー>でその友達に原子さんやってもらって「です、ねうん、よーいスタート」って言ったらそのスタートでビル壊しちゃってるんで <laughs> <ー> <laughs> カメラに映ってないっていう。 すごく怒った。せっかく作ったのに。ちんこが鳴るちょっと。そのきっかけでまあ反省しましたよね。僕が悪いんだなと。スタートって言ってから三歩置いてから踏んでねって言わなかったよな。スタートバーンって潰しちゃった。あー。ええ。そうですよね。流行る気持ち抑えきれなかったんだと思うんですけどね。でも演出のなんたるかみたいなことの原体験にもそれは徐々に覚えるんですね。あのその頃になると、まあ最初の時八ミリ作った時ってもう本当にあのこう脚音やたら。 長いのいの書ちゃって、はい、でそれをずっとこうセリフで読んでても面白くないってことに気づいてですねやたらアクションをこうはっきりさせたりとかう、はい、その頃学んで現地、はい、さんはもうみんなオーバーアクションですねその後に僕が劇場映画でデビューする鉄道って映がもオーバーアクションなんですけどとがってでもやっぱり撮るようになると見方も変わるんじゃないですかね になると見方が変わるかというとです、ね、そうでもないみたいで,うですか見てる時はもう本当はお客さんとしてもう堪能してるんですね、はい、あのよくこう怖い映画なんか僕作りますけどそのホラー映画なんかを見てもです、ね、監督の目線であるこう技術的なこう怖がらせ方なんていう観点では見ないですねあそうなんですか異様に怖がって見てますね本当に怖いシーンは目をこう半分ぐらいこう薄めにしてそら、ね <laughs> えー、しつつ見たりとかです、ねえー、しないと,ととても見えないんですね、えー、まあお客としててただ見てで後ででなんあれがあ 面白かったんだろうっっってていいうのをゆっくり考えるっていう後で俯瞰するんですかあ監督目線を持ってらっしゃる方ってもうその目線でしか見られないのかななんて勝手に思っちゃったりしてたんですけどやてるときはもう本当にお客さんと接点あっ切り替えで作るときも技術的にああのこうしようとか思わないですね、うん、あくまでも感覚としてこれで面白いのかな怖いのかなってなんか方法で考えるんじゃなくて自分がそれを喜べるかどうかでだけで作ってるとこありますよね 実際その気づくことが増えるというかやっぱり見れば見るほどあ<ー>あこの監督は同じようなあのシーンに見えてもこういったやり方をするんだとかあ<ー>、えー、そうした違いには気づきやすくなりますよねでもやっぱりそうですよね、うん、それでその監督のあこの監督好きだなとか、はい、あのそんなことが残っってきますよね、うんうん、やっぱり黒澤監督って僕の映画と全然違いますけどもう本当にあの毎回毎回多くの人に見せるような映画なのに一回一回実験精神で飛んでいたりとか。はい あとはその当時は ATG 映画というのがあってですね今の僕の映画にちょっと近いんですけど本当にこの実験精神で作ってあのそれをこう割とじあのエンターテインメント性もあるんですけど実験精神の方を重きを置いて作る映画の,あのや作り方があったんですけど、うん、その映画では寺山修司さんの映画とかね、はい、あの素晴らしいのを高校生の時見てあの本当に映画って自由だなと思ったきっかけですね。 なんか手法の開拓者というか、どん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 、いろんな方法を映画の世界にこれもあれもってう、そうですねで、アートシアターギルド、ATG っていうのは、そういう本当にこう作り手に夢を与えるでしたねもともとはあのお父様の8ミリだったわけですよね、カメラは、まあ、父親がです、ねえー、買ったからいいんですけど、フィルムがです、ね、高いんですね。うん、フィルムが当時3分写すと 1000円して、現、はい、造料が500円、1500円かかるんですけど、ええ、確か中学校の時の僕の小遣いが1500円だったはずなので、はい、その1ヶ月で1本分しか取れないんで、うんうん、だから30分、絵が作ろうとすると、失敗全くなしでも10ヶ月かかるんで、うんうん、普通、ちょっと3倍ぐらい回したりするんで、失敗もあるんですけど、はい、失敗は許されないっていうのは、当時から勉強しました。 構図どうするかとかやないと考鉄道っていう最初の僕の劇場映画なんですけどこれ絶対失敗なしということであのワンテイクしか全部撮ってないんですねはい、はい、田口さんという主演の俳優にもワンテイクでしか撮りませんから泣いても笑ってもワンテイクっていうような、うん、それが演出でした、ね、<ー>さて今日はですね最新作の「のび」の話を伺っていきたいと思います、はい えー、ではここでですね塚本さんに選んでいただいた曲をお聴きいただきたいと思うんですけれどもこちらの選曲理由をこれはですね、はいあの「バレット・バレーという映画の「<っ>あのバレル」っていう曲なんですけど、はい、これはもうあの僕の映画の音楽をずっとやってくれてる、ねはい、シカチュ忠さんの,、うん、あの曲なんですけど、はい、この「バレット・バレーという映画がですねあの今度の,のびに も出演している中村達也さんが初めて映画出演した俳優デビューした映画なんですね、うん、まあそういうこともこうちょっとちなんで、はい、で僕の気持ちとしてはこの伸びっていうのがこのバレットバレーの2みたいな意味合いがあるんです<ー>初めてその戦争っていうもののテーマがかすかにバレットバレーの中に入ってくるんですね、はい、その後自分の中でどんどん大きくなってやがて伸びにつながるんですけどそのまあ起点となるような映画なのでぜひこの曲をと思いましたはい ではお聞きいただきたいと思います映画バレットバレーのサウンドトラックよりバレルお送りしたのは映画バレットバレーのサウンドトラックよりバレルでした続いてはセッション袋閉じ映画監督の塚本真也さんに最新作の映画のびについて伺います TBS ラジオキーセーションにお送りしているセッション22ここからはセッション袋閉じ、はい、今夜は映画監督の塚本真也さんをお迎えしてお話を伺っています塚本さんよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いしますははい。ではここからはですね現在公開中の話題作のびについて伺っていきたいと思いますはい。ナムさん簡単に映画のあらすじをお願いしますはい。のびは大賀翔平の同盟の戦争文学を映画化第二次世界大戦末期のフィリピンレイテ島 日本軍の敗戦が色濃くなった中塚本信也さん演じる田村一等兵は結核を患い部隊を追い出されて野戦病院行きを余儀なくされるしかし負傷兵だらけで食料も困窮しているさなか田村は早々に追い出され再び戻った部隊からも入隊を拒否そして果てしない原野をさまようことになるのだった 空腹と孤独、そして容赦なく照りつける太陽の暑さと戦いながら、田村が見たものとは、はい、塚本さんあの、こののびの映像化にあたっただいぶ温めていたというか、あの期間があったみたいですけれども、もう何十年もずっとやりたくてですね、えー、ずっと考えてて、でまあ、30代も40代もこう本格的にやろうと思ったこともあったんですけど。はい こういうあの内容ですので、お金がとりあえずかかっちゃうんですね、戦争、うん、を扱ってますといろいろと、場所もフィリピンという場所ですので、うん、でそのお金がまあ現実的には集まらず、ずっと先延ばしになってたという感じです、うんうん、これあの,のびに出会ったのはいつ頃の話だったんですか。高校生の時に こう日本の文学を読むのがあの楽しみだったので、えー、それでその中で出会ったんですね、はい、でまあ最初に会った時は本当にあのすごい没入して、うん、もう自分がそこで体験しているようにその主人公の田村レットへなって、えー、目の前にまざまなと風景が見えてあの行ったという感じでした、うん、なんか文体もねこうじっとりとまとわりつくようなそうですよね、えー、じっとりとまとわりつきながらも何かこう非常に客観的な感じっあって。 えー、霊厳な目線であったりしながらこ,の起こっていくことをこう非常に冷静にきちっとこう表していくその描写になんか心惹かれたか感じ私も実はあの大岡翔平の伸びで卒業論文を書いたんですあ本当ですか、えー、あの文学部で, <laughs>、うん、で大学は成城大学なのであ<ー>大岡翔平は成城大りという文章も残していますから成城とも非常にゆかりのある。 それで伸びはもう大学時代からも繰り返し読んで,んで当然「不慮気や霊威戦記」などいろいろ見ましたけれども伸びが持ってるそのよりフィクション性が高いんだけどだからこそ何かこう精神が蝕まれていく様とかが克明に描かれているのがやっぱりすごく印象に残っている強い作品ですよね。そうです、ね、もうそのなんか割と短いんですね小説はでもその一つ一つがもう全部こう太くてですね,ですね、えー、全部くっきり頭の中にこう残る。 小説でしたその間、ずっと映像化しようというふうに動かれていたということですけど、えー、お金が集まらないというのは、やっぱり例えばスポンサーがつかないとか、うん、あるいは配給会社が動かないとか、えー、そういうことなんですか、ね、一等藤先はやっぱりちょっとですね、規模が大きく考えすぎたんですね、僕が、はい、まあ本当にそういう規模で作りたかったんで、ただ、そうできるんじゃないかと、どっかで思ってたんですね。 いつもの,その僕の自主映画の僕の頭の中にあるちょっと規て烈なものをこう映画化するというのと違ってもうあの大川翔平さんという素晴らしい原作があるのでそれをこうたっぷりと描くのにはその自分がちゃんと作るといえばお金がいつかは集まるんじゃないかという気がしてたんですけどでも時間が経つにつれてまあお金だけの理由じゃなくてお金例えばこうもっとちっちゃい規模でやりますといってもだん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 に。 お金が出ない雰囲気というか風潮みたいなものを感じるようになって作りづらくなってるなというのはここしばらく感じていた感じですね。ね、はい、その風潮というのはどういうものですか。その戦争を実際にあの体験して例えばフィリピンに行ってそこでの戦場でのこう肉体的な具体的な痛みをこう感じている人たちがだんだん少なくなるにつれて。 その戦争をするっていう動きが、だん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 また浮上してきてるというようなことですよね。えー、それで、十五年前、さっき、僕が言ったバレット、バレット映画の時は、僕予感として、ちょっと感じたぐらいだったんですけども。はい、まあ、でも、十五年前っていうと、その戦争体験者の方が、少しずつ、やっぱり、ちょっと少なくなり始めて。う今、戦後七十年で、戦争行かれた方、九十代になったりしていらっしゃいますんで。はい、そうすると、痛み知ってる人がいらっしゃる間は、絶対戦争したいなんて、もう言葉。 もう口が下げても言えないぐらいもう嫌だ嫌だっていう嫌な勢いのが強いわけですから、えー、そういう方々がいらっしゃらなくなるずれまた戦争の動きが始まってるっていう実感が非常にあったんですね、うんえー、まあそれで今作らないと、はい、って思ったのがまあ3年前ですね、うん、実際に作ろうと思ったのはそういうことですね、えー、最近でもその戦争映画日本国内でもいろいろ撮られたり公開されたりしていますけれども、うん、そうしたものと伸び原作も含めて比べると 戦闘シーンとかないじゃないですか、えええヌビには。もうただただ、食料も絶たれ、えええ作戦もなく、えええもう負けが濃厚な状況の中で。えええあの日本人同士で争いながら、食料を求めてさまようという、ええ、それだけの、ある意味小説ですよね。ええ、<々>そうですね。うん、まあ唯一、戦争映画らしいシーンといえば、あるあの国道をこう日本兵が夜になって越えるときに。 超えようとしてるんですけど、敵のこう、ものすごい攻撃になって、むちゃくちゃ目に遭うって。はい、ここが戦争映画なんですけど、うん、ただそこも戦ってはいないですね。すねただ、ひたすらに。めちゃくちゃに散り散りに、うん、されてしまうという。シーンなんですけど。うんうん、ただ、まあ、自分が、その。戦争映画そのものを。やりたいと思ったわけじゃなくて。 もうその最初に原作にあった時にこの原作をとにかくやりたいってなんでこんなに素晴らしいんだろうというその世界の素晴らしさを知るための旅がこの映画を作ることだったんでそれがまあ戦争を扱っているものであったっていう順序なんですけどただまあそういうふうに味わってるうちにあのその戦争っていうものって何だろうとかなんでこんなことがあるんだろうっていうようなまあ考えは当然その高校生ぐらいの時から起こりはしましたけどー。いうのがまあ共感に いいいろろと原作では現れていますよねそうですね行間にももう一つ一つが全部現れてますし、えーでまあ、具体的にはそのもう田村一等兵はあのやっぱり肉体は戦争に参加してますけど精神は全く参加してない人なので、はい、まあその精神に参加してない感じが当時、うん、多分高校生の時の僕に非常に共感があったあ<ー>と思うんですけどとても参加できないと。えーでまあ、言葉としててもその戦争っていうののはその あの国家とかいう大きなものが何かその利益のためにあのすることであるんでしょうけども自分たちのようなある民間人がそのためにこう命をこう壊してまでそのするのははだはだ不本意っていうような内容の文章も割ときっちり書いてあってその感じが非常に共感があったんですけどただまあ言葉でそういうふうに一行はっきり言ってるからというよりはなんかもうやっぱり全体ですよね前半の方であの田村一等兵はあの文体を追い出されるんですけど。 そのフィリピンというあの状況で、廃病になったから、その分隊をい出されるというのは、もう死ぬことを意味するんですけど、その死ぬまでのわずかな時間を、人を殺さなければいけないというあるあのしがらみからも解放されて、そのフィリピンの原野を自分の時間として生きることができるっていう前半に、おそらく相当引きつけられたという実感がありました。えー、あとはもううボボロボロになっっていっちゃうんですけど、ねはい でも追い出されるあの最初にも潔く死ぬことも奉公だっていう,う言葉で追い出されていくそうですね、もう追いもちょびっとだけ、えー、ああの与えられて、それでもうさまようんですね、うんうん、ですからもう、死んでって言われてるようなもんですよね、もうあの、君みたいにこう使い物にならない人はいても迷惑なだけなので、追いもちょびっとだけあげるから、えー、もう勝手にしてくださいっていうふうに。 もう何人でもない人としてフィリピンの原野にぽいって追い出されちゃった状態ですね、うん、まあその状態に何か不思議な,なんていうんですかねあのそして自然をこうものすごい自然をその後もあと周りの辺りにしていくというのに何、はい、か不思議な何て言うんですかね素晴らしい感じが <laughs> 自分は感じてしまったんですけどね、うん、高校生の時に読、うんで。はい 映画の中でもその生々しい描写のあ後にその情景が実は素晴らしいという方がもともと僕、小説読む時にですねあのこう風景描写みたいに飛ばして読んじゃうんですけど何かしないんですか、はいはい、ついつい物語、はい、が始まるとさあ読むぞってなるんですけど、うんうん、この「ノエミー」に関してはですねその風景描写があまりに素晴らしすぎて、うん、そのフィリピンの原野の,そのまあ空の青さやら濃い緑の感じとかですね あとその川の流れの,そのすごい力強い本流とか、うん、あの夕日がもう胸が痛くなるような赤さであったりとかそういうのがもう一つ一つがあまりに鮮やかにあの目の前に浮かんで、えー、それに対して人間だけがなんでこんなにボロボロになってこんなきれいなことをしてるんだろうっていう対比がやっっぱり非常にに印象残た実際にロケに行かれてみていかかがでしたか実際にロケに行くとですねあのものすごいやっぱり空の青さ濃い緑が。 実際すごい印象に残るんですね<ー>、えー、ですからですけどと言うべきか逆に戦争がそこであったっていう実感はなんかないんですねでその10年前の時にあのその戦争体験者の方々にインタビューした時に実際に冷帝島に、うん、兵隊さんの遺骨収集にもお付き合いしたんですけど土、はい、からさすがにこうお骨お骨が出てきた時は ああそうだったんだなとは思うんですけどなんかピンとこないんですねできっとその映画とかで戦争の状態っていうと何か画面が少しモノトーンになったり獣っぽくなってそれらしくなってこう行われるっていう頭があるからだと思うんですけど、えー、それを通して考えた時に実際の戦争っていうのはそういうそれらしい雰囲気で起こるんじゃなくてもう本当にこういう綺麗な晴れた空にまるでその晴天の霹靂のように弾がいきなり飛んできたりいきなり爆発したりしたんだろうなっていう想像が逆に。 はいはい、はい、そう考えた時にやっぱりこう今こうやって幸せにこうわーっとこの都市がいつも青空だからそういう恐ろしいことは起こらないと思ってこう信じていると突然そのことが来るんじゃないかっていうようなあの感じがするようになったんですね、えー。だから戦争映画らしい撮り方みたいなのが最初こう知りつけられているというか非常にまあクリアで。 あの今すぐに例えばあのホームビデオにこう変化してもおかしくないぐらいの映像で撮られているじゃないですか、はい、そうですね、えー、はっきりとそ,そうですね緑のとにかく綺麗な感じっていうのとかそのあの自然の美しさっていうのをあのなんかパキンともう綺麗に、はい、目に痛い,いぐらいに出したいというのがあって、えー、でもう最初にその戦争映画につきものの時代の設定とか 場所の設定とかが普通出てくるんですけどそういうのもなしなので、うんえー、お客さんがなるべく今現在、目の前であの体験自分お客さん自身が体験しているようなこう雰囲気になってもらいたいという感じですねだからこそ結構最初、ぎょっとしてあの戦争映画らしくないというのがあの要は戦争映画だったらきっと映さないであろうことをこれから映されるんだろうなというふうにそれは今、初めて聞きました。そうですか面白い見方だな 実際その後あのやっぱり見たくないもののびの中では描かれていますけれども、うん、そこで描かれている例えばカニバリズムなどが映像化されていくわけでですすよね、ええ、そうですね、うん、10年前にその戦争体験者の方々にあのインタビューした時の恐ろしいやっぱりエピソードをこう聞くわけですけれどご本人たちがカニバリズムをしたとはやはりさすがにおっしゃらない。 ですけど、えー、でもそういうことはもうどう考えてもあったろうなと思わざるを得ない状況の話はだいぶこう聞いたんですね、えー、ですからもうむしろそのことはその状況になってしまったら自然かもしれないとさえ思えてしまったんですね。うん、え原作ではは食食食食べるか食べべべるるかかかかなないい人をっていうのは あの神様の問題まで扱われてその悩みは極端に達していくんですけどどうもその実際に行かれた方々の話聞くと神様とかそういう問題じゃないなという気はしたんですけどねもうちょっともう目の前のリアルな生きるか死ぬかのもうとても具体的な問題のように感じたので自分も映画にする時はあまりそこに 大きなな悩みを見出さないで自然とそういう世界にもう入っていって、うんえー、原作で扱われている以上避けては通れないんですけどそしてまた実際そうだったとしか思えないので避けることはないんですけどもうそ自然にそうなっていって、うん、むしろ自然にそうなっちゃうこの戦争って何ということにもう一回立ち返るようなふうにしたいなと、ねえーうん、以前この番組で「カニバリズム戦時下」の特集をした時に実際にあの あのその取材をしている方に来ていただいてその方はあの食べた側のインタビューもあのしている方だったりしたんですけれどもやっぱりその食べたことのある人あるいはそれを目撃した人というのは他の人にもやっぱり巻き添えをするためにというか引き込むために一緒にこう肉をあの言わずに食べさせてしばらく経ってから実はって言って共犯にしていくっていうようなそうしたような話を聞きましたね。 この自分の作った映画でもまあそういうシーン、そういうのがあたシーンがあるんですけど、猿の肉として、ただ今、お話聞いてなるほどと思ったのは、50年前の市川崑監督の映画では、そういう今のようなことがもっと濃厚に描かれてましたね、味方に、みんなお腹空いてるわけで、その猿の肉だって大事なんですけど、それは50年前の市川崑監督の映画ですけど、でもそのお腹かを植えてる主人公に、ある兵隊さんがそのお肉を食べさそうとするんです。 でもその無理に食べさせようとしている感じが絶対食べさせないって言わせねえぞっていうようなシーンがあるんですけど今おっしゃってたような感じが当時あったんでしょうね、そういうれえようってそんなに巻き込むみたいなこともあったん罪悪感がきっとあったからこそ共有してみんな一緒っていう感じもし生き残っても言わないようにしようということももしかしたらね生き残ることなんてまだ考えられない状況だったと思いますけど目のの前ことでった感じすね責めさせないぞということなんでしょうかね。 これはあの役者、例えばリーフランキーさんなど。いろいろそのどういった配置でやるのかというようなものというのは頭の中にはだいぶ前からあったんですか。ええー、だいぶ前でもないですね。うん、まさにその三年ぐらい前にいよいよ映画にしよう、今って思った時に具体的に考え始めて。はい、で、やはりリーリーさん、あのこの安田という役ですけど。安田という役を脚本で書いた文字を一番人間的な役に膨らましてくれる人は誰だろうと思った時に。まあ。 リリーさんがやっぱり一番もう本物にしてくださるだろうってう気がして、うんえー、でもう一番してもらえた人にい一番目からお頼みしたということですね。ただまあ映画自体の成り立ちが非常にこう。 あのもうなけなしの予算で始まっているような映画なんで、ええ、そういう場にお連れしてしまうわけですから、失礼ないようにしなきゃいけないなと思いながら、まあ、15年前、共演した時に、とても優しい人だったんで、はい、多分あの断らないかもなという、微妙な期待もありながら、頼んだことは頼んだんだですけどその時の反応とか、ええ、あれ本読まれた時の。いや、もう、あの皆さんですね、俳優さん、リリーさんもそうなんですけど、割と自然に、もう、あの 自分の映画ででやるんすすねいまとううよな僕もお願いしたことはあまり難しい演出など頼むでもなくやっぱり飢餓状態の兵隊さんなんでダイエットお願いしますということと日焼けをできるだけ頑張ってくださいねというのとひげは剃らないようにお願いしますこの3点だけですね全俳優さんみんなそうなんですけどでもこれが結構大変なんですね痩せるっていうのは結構大変なんですね。 あのですから、その3人以外の俳優さんもボランティアで来てくださったんですけど、はい、その条件は今の3点なんですね、うん、それでもう、割と長い期間にかけて、1か月に2編ぐらい、痩せたダイエット状態がうまくいってるかどうかの写真を送ってもらって、えー、もっと痩せてとか、なかなかいい線いってるよとかいう,ようなアドバイスしながら、そうっいくなんで、はいはい、ただ、もう痩せるっていうのがみんな、ね、簡単にはいかないっていことが分かって、うん、もうそれやってるだけでもう、と役がだんだん出来上がってくるっていうのはありますよね。うん ある種その辛い身体というものを追い体験することになるわけですよね、ね皆さん、ね。と形からやっても、後から気持ちの方もこうもついてくるという感じはあったかもしれない、ね、うそうですね、これはの、まあぜ、ぜひ映画を多くの方に見ていただきたいんですけど、ね、まあネタバレにならないように、ちょっとあの、はい、聞きたいことが一つあってあの、最後の方でで、すね,ね小説とは違う終わらせ方をしていますよね。 小説の方ではまああの病院で、こういったものを書いてみないかと言われて、書く、だからその時の想定読者が、実は病人が医師に向けてあの手記を残すというようなスタイルになっているわけですよね。50年前の市川紘監督の映画ではもう戦場で終わっちゃってて、はい、小説では確かに今おっしゃったみたいに、あの帰ってから結構長いんですよね、えー、数年経って。としてはその長さをこうなるべく <laughs> 短く短 <laughs> するとこうかな精神病院までは実際移さなくても本人自体の精神が何かちょっと先そういったことで変調をきたしてればまあいいかなと割とこう変えてなるべく原作のあれにのっとってやったつもりではあったんですけどもはい、はい。 多分原作の場合はその数年後に病院に行ってそこで書くということになっているんですけど多分その間に帰ってきた田村一平はご飯を食べるときにある癖がやめられなかったで病院に入ってからその癖が収まったっていうような書き方になっているんですけど作品の中ではその合間のようなところが描かれてますよ、ね、まさにそ,のそ,うです、ね、そういう意味で言うとその病院抜きの,その合間のところであの映画が終わっている感じですよね。ーー私言葉なかったですもううわー っていう、えー、もう何も言葉が告げなくなってしまって、えーえー、あれはあの原作で書いてあった時にこれ原作でやっぱりやんなきゃいけない絶対や,りたいやるべきだっていうところいくつかあるうちの一つがあそこなんですけど、えー、でもあれでこう、まあ、田村の,その動きなわけですけどあの動きって頭では想像つくんですけど実際やると全然どうやっていいんだか分かんなくてですね。えー あれ思ったより難しいぞこれと思ってですね、あとはもう、そうですね、あとはもう根性で、入婚でやっただけですね、そのシーンを、出したシーンですね。でもそれは、見ている家族がいて、あれは、要するに奥様ということになるわけですよね、妻が見ていて、そこで悲しげにその姿を見ているということが、戦場から帰ってきて、変わり果てた家族というものの姿を、何もできずに見るしかないという。そうですね そこは確かにそうです原作にはなかったかもしれませんね原作だったらその後奥様はもっとねもっとぐちゃぐちゃしてるんですよってもう本当にもうはーっとぐちゃぐちゃしてるんです奥様と田村一と別の男と相引きするようになったっていうことが描かれてたりするんですよねかじゃああのラストシーン塚本さんの映画のラストシーンで私は奥様の眼差しで。 なんかすごくこう広がりを見たっていうか、うん、なんかこう田村さんに向かっての世界がなんか開けた感じがしたんですよね。その後って意味ではね。そう。うん、いやいや素晴らしいいろいろ見方していただいて嬉しいでございます、うん。多分戦争に対するそれぞれの思いが映画を通して考え膨らませていくところはあるでしょうね。うん、いやありがたいですね。うん、そういうふうに言ってください、ね。えー、忘れられない作品に。うんはい でも、塚本さんの話と、その伸びの原作の奇妙な一致をちょっと見るんですけど。っていうのは、あの原作では、あのう、田村がその手記を書いている時に、実は。再び戦争ができるような世の中になりつつあるという予感のもで、手記を書いているということになっていますよね。うんうん、そ,うそうです。そうです。そこのところですね。それで、要は、ある国の、要は利益のためにやるときに、そういう民間の人たちが。 あの体を滅ぼすのは、えー、のとても本意っていうのはその一節のところに確かに書いてありましたはい、はい、しかもみんな自ら騙されたいらしいみたいなまさにそこ書いてましたもんねそうですそうです自分がそのラストシーンをさらにまた今言ったラストシーンのもっと本当のラストシーンであの庭に上がるその伸びをこう見てるシーンがあるんですけど、えー、そのまあ映画の中では今からその65年70年前の物語ですけどあそこを自分が演じてる時はあの炎っていうのは確かに近未来の 昔の役を演じながら自分というものはなんか近未来の炎を見て憂いながら演じていた気がしますね、えー、そこのところあそういう危機感で映画を作っていたということもあるので、えー、そのラストシーンについに来たということで、えー、あれはラストシーンでもありながら最後に撮ったテイクなので、えー、その映画全体のその炎を見ながらその近未来に置くそういうい炎がその炎もいろんな意味がありますけど、えー、一つの戦争という意味の炎の方を。 見てしまうことはなければなという、まあ、気持ちとか願いみたいな込めて撮、うん、ってた記憶がありますね。原作においててもその伸びっていうのはもう本当にいろんな意味が込められているのわからなさがまたた素敵だったんです、ねえー、あの市川君監督の映画ではそのフィリピンの生活の日をシンボルとしてたんですね、その日に向かってこう歩いていって倒れるっていう。はいうん でまあ、自分があえて言葉にしちゃうとなんかちっちゃくなっちゃうんですけど確かにその生活の日と文字通りそり大地の上の日なわけですから戦争の両方の意味がきっとあるんだろうな同じ炎でも見方変えると生活の日と戦争の日に変わってしまうその日のことを言ってんだろうなとあえて口では思ったんですけどでも原作はもうちょっとさらに何か不可思議な不思議な。 印象があって、うん、あれが非常に魅力的です。そうですね、なかなか解けないんです。あそこには、その田村は、まあ、神の意思というものを、何かしら読み解こうというふうに。うね、まあ、もがくわけですよね。えー、そうですね。うん、あの神があまりに難しくてですね。えー、僕はちょっとそこんところはね、すいません。 それはちょっとこの僕の映画ではちょっとなしにさせてくださいって言ってちょっとあのないことにしてしまいました、うんえー、ちょっと難しいというか、まあ、映画としては僕はあの大自然とその人間のもう対比だけで十分映画素晴らしいと思ったのでちょっとそこに神様は映画としてはもうなしでいいのかなと思ってしまったんですけど、ねうんえー、50年前の市川君かとかもそこのとこは割とパさっとなくなってました、うん オーカーの小説ではあの文学のための装置として描かれている部分もありますの直接的にカニバリスを描くのではなくて記憶の混乱というものに、まあ、あの合理性を与えるためにこう神というものをここにもたらしているようなところがありますけどそうそうでもで、ね、映画ではでもそこはあえてやっぱりドストレートに描いいてるじゃないですかそうですね、うん、そこなくなっちゃった分もうストレートに、えー、そしてまあ体験者の話を聞いてもうそれは本当に。 もう人間の本能というか、うん、大自然という,もうそこにあるものとそこにあるものというか動物としての本能のむき出しなものというものをこうさらけ出すようにこれがいきたいというふうに時代の違いも感じますよねおそらく桃佳がその小説を書いた時にそれが例えば大きくクローズアップされてしまえば互いにあいつは食べたのかとかあなたは食べたんですかって問題になってしまってっあえて問わないっていうことをやるためにぼやかす。 いうことが文学的にも必要だったんじゃないかなと思い僕、まあ、そ,その時代とその時々ということもありますもんね、ねえーうん、原作の,その生まれた時もありますし、映画の時もやっぱり描くべき、ね、描かないべきものっていうのは、はっきりとこう、うん、非常にこう厳密にこう選ばれて、そういうシーンが成り立ってますもんね、うんえー、そして今もう、また何十年も経っちゃった今っていうことでいうと、この自分のようなものがこういうふうに描かないと。 あの伝わらないという気持ちを持って描いたりとかやっぱり映画の表現ってその時代時代の,その瞬間で変わっててくるんだよねね、うんうんえー、そうですよ、ね、さてあの実際ずっと温めていたのび今、公開されていてお気持ちとしてはあの今、どういった状態なんですかこれがですねこの映画、ですね映画が終わったときに終わった感じがなかなかしなくてですね、はい、なんか非常にやっぱり編集が今までで一番難しかったんですね。はっきりした物語がこう、うん 原作は素晴らしいんですけど映画にすると映画的物語があるわけじゃないので、はい、映画の尺もいつまでも決まらなかったですし終わったときも本当に終わったのか,とか分からなくてですねなん,ですなんかこうふっと浮いた状態なんですけど、うん、今やっと公開して皆様が見てくださってですね、うん、そしてこうリアクションをたくさん聞いているうちに、うん、あれなんか終わってきたのかなという感じが少しずつ今してるという感じです見た方に引き取られてお,おもしになっていったんですかね。 なななんんかそんなような感じですね、うんうん、やっぱり映画はこう出来上がった時はまだ出来てなくて、うんえー、お客さんに見てもらってから出来ていくのかなというよく言われますけど実感として感じたのはそんな,、うん、そんな気がしてきましたこれを見て、うん、あのそれぞれの反応を引き出すところまでがやっぱり伸び映像がまさにそうだったんですね、うん、今度はやっぱりこう成り立ちも難しかったんで作る成り立ちが。 ですからこの出す時も、さあ、配給の方お願いします、ポンっていう気分にならなくて、自分でこう有力なあの協力者の方々と一緒に、自分でその映画館、一軒一軒にこう出していって、お客さんの顔も見たかったので、一つ一つの映画館に今回は全国全部回って、行ってるのも、まさにそういう感じですね、直接やっぱりリアクション聞いて、なるほどと思ったりとか、あ。のー 見ててもみんな一言では返事しないけど見てよかったという感じで強く言ってくださるんです、えー、なんかその要はあの面白かったとかどうだった悲しかったどうだったじゃないもっと違う何かこう感想を持ってそれを伝えようとしてくださるけど、うん、言葉なんないけど必死に言葉するみたいな、うん、強いエネルギーでこちらに向かってくださる感じがですね、えー、なんか大きな今までにない手応えを感じている感じですね。 やっぱり五年十年とか時間をかけながらあれ日常でなんかニュースに触れた時なんかに映画のことを思い出しながらゆっくりこう言語化とか自分の中でこうそれを消化していくっていうことに向き合わなくてはいけないようなそうした行きつけに作品がなっているような気がします、ね。ありがたいですね、うん。ですから本当に今年ま映画上映するわけですけども,もしかしたらその終戦記念がですけど終戦記念のあの短美ぐらいにあの。 一つの戦争映画の一つの形として定着できたらいいなという気がしますね、えー、そうですね。はい、さて、えー、最後に、えー、塚本さんの選曲で一曲をお聴きいただきたいと思います。こちらの曲ですがこれはですね「はい、フジファブリック」という「はい、あの青い鳥」という音楽で僕の,あの「悪夢探偵」っていう映画を作ったんですけど、はい、その時の,あのテーマ音楽なんですね。うん そのフジバフリックの志村さんっていうそのボーカリストの26歳の方なんですけどこの方があの映画作った後数年で亡くなっちゃったんですねその時にそのやっぱりこう若くして人が亡くなっちゃうってことって何だろうってこう考えてた時期なもんですからそのこととやっぱりこう戦争で兵隊さんとしていくのってみんな若い人なんですけどそういう若い人たちがあの戦争に行って命を落としちゃうってことは何なんだろうっていうようなことがこうあって。 その思いがあってこの青い鳥をちょっと聞きたいなというような気がしておりますではお送りしましょうフジファブリックで青い鳥、えー、塚本さんの選曲ラストはフジファブリックで青い鳥お聞きいただきました大岡翔平さんの同名の戦争文学を演画化した「のびは」は東京渋谷ユーロスペースほか全国各地で公開中です